吉村真紀は、関西地方で活動する、南気象予報士事務所所属の気象予報士、防災士。大阪市生まれの大阪府大東市育ちで、水が座。血液型は、大型。関西大学工学部機械工学科を卒業後に、企業へ勤務しながら、気象予報士を取得。日本気象協会関西一社への転職を経て、NHK 大阪放送局との間で、 気象キャスターとしての出演契約を結んだ。ちなみに映画監督の三島由紀子とは出身大学こそ違うものの大学生時代に同じ映画同好会で活動。吉村が NHK 大阪放送局と契約していた時期には三島も同局に勤務していてドキュメンタリー番組の制作に携わっていた。NHK との出演契約期間満了をおきに 日本気象協会を退職した上で、関西地方を中心にフリーランスの気象予報士として活動。主に毎日放送制作の番組で天気予報を伝えるほか、2008年からは NPO 法人気象キャスターネットワークに参加している。MBS テレビの報道、情報番組では本来の気象キャスターが休暇などで出演できない期間に不定期で、 キャスター代理を務めていた。ちなみに、毎日放送では2016年9月に、在阪の放送事業者では初めて気象庁から、気象予報業務の実施を許可。この許可を受けて、気象情報部を設立したことを背景に、2017年4月からは、MBS 気象予報部の気象予報士として、松井愛の少し愛して、こんちこんちゃんお昼ですよ。で、 同局独自観測の天気予報を定期的に伝えている。また、2016年10月からお天気部の一員として、テレビ番組の気象キャスターを務める広瀬俊が担当番組へ出演できない場合には、スタジオで広瀬の代役を務める。さらに、2017年度のナイターオフ期間以降は、南俊幸や同僚の気象予報士とともに、こちら茶山町お天気部、 デパーソナリティを務める。以下はいずれも MBS ラジオの生放送番組。MBS ラジオが制作する他の生放送番組でも毎日放送が独自に観測した天気予報を伝えることがある。以下は MBS テレビの生放送番組。ありがとうございます。